中の怪我人に対し、強盗を働いたのと何ら変わりのないものである。しかもその後、被告は竹島を軍事要塞と無謀させ、また海上保安庁を中止して、レクラに銃撃を加え、さらには我が国の両船に発砲し、漁師一名を犯罪までしている。まさに坂上の反日感情を持つさんが非人道的かつ邪魔になる行為として断じて許せるものである。尊い人命を奪い我が国より暴落した竹島に未だ救われ続け、昭和40年建設の日韓交渉役で決着済みな立場を明らかである我が国の努力問題をも見つかり、強盗を実施するなど、いわゆる公用法の問題などに至っては、国家としてありえない判決を出し、国の政権が異なり、国民の不満と怒りの高まりを、我が国、日本を仮想的国に見立て、不満の矛先にするという、一国の上等手段は、自国民をも愚弄しており、断固、走るべきものである。我が国の5兆円に上る経済支援通貨スワップなどにも、地域は治安問題をはじめとする過去の歴史に対する日本の消極的態度はなどと言いがかりをつけたあげく、前大統領の竹島への不法勝利、そしてさらにそれを雲かしこくも我が国の国家元首で出せられる米海の汚職は安心に値するものであり、歴史は一国も一国の上等手段と認識せざるを得ない。今後も歴史は一国、歴史捏造、竹島侵略を継続及び我が国日本を愚弄し帝国の死を繰り返すのであれば、必ずや我が民族の怒りの嵐が極めるであろうことを一国は誓ってせねばならぬものである。維新の民主党の方の欲しいを図るためにも、竹島の返還及び暴走の撤去、米海の誠意ある謝罪を強く求めるものである。令和3年2月22日 2.2 に竹島落下共同会第3民国軍大臣大統領閣下、韓国は日本国民の元竹島から出ていけ、今日はどうも皆さんお疲れ様でした。縁あって善愛会議さんの運動に今回参加させていただきました、大日本国士会の桑原と申します。一日も早くね、竹島、これ我が国に取り戻すよう、今日は皆さんの祖先輩方の胸をお借りして、僕自身もね声を大にして、訴えさせていただきました。この声がね必ずや韓国に届くことを我々は信じております。一日も早く、我が国領土竹島を我が国に取り返しましょう。今日はどうもありがとうございました。